地域のことは地域の住民が決めようという地域主権改革。4月27日、16回目の会合で具体的な節目に到達しました。これまで地域主権改革、当然この国の形を変えていくという大変重要な位置づけの会議でございましたが、今日は出先機関の原則廃止について基本構成案をご議論をいただけるところまでに何とかたどり着いたというふうに思います。その基本構成案とは、国の出先機関が担ってきた事務や権限を地方公共団体へと移すためのいわばベースとなるもの。今年初めに総理が示したこの施政方針が形になりました。行政サービスを効率化し、国の行政の無駄削減を進めるためにも有効な地域主権改革を着実に具体化していきます。国の出先機関の原則廃止に向けて具体的な制度設計を進め、具体的な制度設計、その第一歩がまさに今回議論された基本構成案です。まずそれぞれの出先機関から事務・権限を委譲されて引き受けるのは特定広域連合、その出先機関が管轄する区域をすべて含んだ都道府県で構成する組織です。具体的な委譲はこの特定広域連合などからの申請に基づいて行われます。委譲される内容は基本的に各出先機関が行っているすべての事務・権限、大規模災害など緊急を要するときには関係大臣が必要な指示を出せるようにします。この案が今回の会議で了承されました。今回の通常国会中に法案を提出をしたいと思います。その作業を加速化していきたいと考えているところでございます。まずはこの日了承された基本構成案をもとに法案の作成に向けて具体的な検討を継続。平成26年度中の事務・権限移譲の実現を目指します。